宮城新寿司談義、こんにちは、ナビゲーターの相澤直哉です。セカンドシーズン第2回目は名取市大手町の寿司金さんにお邪魔します。それでは行ってきます。はい、じゃあよろしくお願いします。親方の加藤富夫さん、はい、よろしくお願いします。なんともお店風情があって、なんか昭和にタイムスリップしたようなですね、なんか懐かしい感じがして、なんかすごくこう私の子供の頃もお店こんな感じだったなっていう、なんか本当懐かしい感じで親方、ここは創業は何年ぐらい？40年で、もう2代目？いや、1代目。あ、初代で。初代。あ、そうなんですか。今日はですね、大将のおまかせ寿司ということで一番人気、そうですね、一番人気のネタは何でしょうか？ボタンエビとかね、ボタン卵、はい、これ自家製ですね、卵は、ね、はい、大トロ、うちの卵はこれよ、うちのおかみさんが、ああ、いいですね、やっぱりね、あの寿司屋の卵は自家製じゃなきゃやっぱりダメですからね、はい、あとこれは何ですか、これは？これはコアだ。あ、お肌、これ肌のりで巻いてね、のりで巻いて白身は何でしょうか？金目鯛。あ、金目鯛いいですよね、とても美味しそうでございますが、じゃあ寿司金さんの一番人気の大将おまかせ寿司、早速いただいてみたいと思います。これ、この小鉢もついてるということで、小鉢はね、まだお客さん、それが楽しみで楽しみで ね、これもおかみさんが作られてるんですか？寿司金さんのね、おかみさんもとてもあの素敵な方で、明るくて素敵な方で、まあ、ご夫婦で二人三脚でこのお店をずっと守ってきてるという感じがしてとてもいいですね。じゃ早速いただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。何から食べましょうかね。まずこのおかみさんが作ってくれたこの夏野菜の天ぷら、トマトですか？これトマトね、いただきます。うん、髪の毛でいいですね。こういうなんかこういうのもなんかこうおかみさんのアイデアですか？あ、そうですね。ね、女性的な。後でおかみさんにもちょっと出てきていただきたいですけど。はい、名物おかみさんです、ね。これはシシトウですか？それシシトウですね。それもうちの畑で採れたやつ、うん。あ、いいですね。寿司金さんでしか食べられない夏野菜の天ぷら。はい。寿司のお寿司とかでしてていただきます。じゃあもうすぐ大トロから立ち上げます。いただきます。あ、美味しい。名取の方だと海が近いんで、仕入れはどこら辺で？仕入れは広島です。あ、広島。そうですか。ゆりあげとかどうなんですか？ゆりあげやっぱり品数少ないですからね。品数少ない、あのね、ですか。でもほら、赤貝が出ますね、うん、今金魚ですからね、うん、赤貝はどうやら必ず入れてますけどね。赤貝もやっぱり彩りがいいもんだからね。そうですね、入れ上げの赤貝は日本一ですからね、うん、次はこっきりいただきます。このシャリは元気屋さんの？いやいや、そうですか。ササニシキね。ササニシキでね、本当ね、元気屋の寿司屋さんってね、どこ食べても美味しいんですよ、うん、でそれぞれにこうシャリのね、あの配分も違って、うん、金目鯛いただきます。うん、身がコリコリしてうまいですね、これ。これ10貫で、まあ、2,970円、ね、安いですよね、うん、まあ、一番ちょっと街中で商売やってますからね、どうしてもやっぱりちょっと高くなっちゃうんで、はい、10貫で5,000円までいかないですもんね。10貫でこれだけの値段だから、うん、値段喜んで、いや本当そうですね。しかもこの雰囲気最高ですよ。
僕も若かりし頃こう修行2年ほど修行行ったんですけどね、それもやっぱりこういうそうですね、なかなか今こういう作ってくる職人さんもいませんもんね、手彫りがね、そうですよね、はい、こういうのが歴史ですね。おわんもね、これエビ汁なんですけど、エビですよね、これね、はい、梨が効いてとても美味しいです、はい、お花を、これが結構手がかかってますね。花もカリとか大葉とか。ああ、そうですか。ちょうどいい感じで締まってますね。ああ、そうですか。うん。じゃあ次ちょっとウニをいかしていただきます。はい、ウニはね、このガリをちょんちょんとハケ代わりに。ああ。食べるといいですね。甘くてとっても美味しいです。これだとここら辺は震災の時は津波の影響はなかったんですか？ここはなかったですね。じゃなかった。そうです。でも聞いた話だと東武道路があったからこう、そうそう、ね、止まった。止まったっていうね。そうですか。もうあれから十何年ですけどね。まあ、まだコロナでまだ大変ですけどね、ってなことになります。これまあ年々ね、うん、酒もね、そうですね、うん、それもなんかそれになってきますね。そうですね、本当に昔に比べるとネタも魚がどんどん値段が上がっちゃってるんで、いろいろお寿司屋さんも厳しいですけど、でもこれだけのリーズナブルな価格でね、お客さんの提供者かなり努力されてるんじゃないかなと思いますけども、なるべくね、うん、安く提供をそうですね、するようにしたいですけどね。かみさんの自家製の私の卵、このままいきますね。かみさん、卵いただきます。はい、